ダルルダッダッダダッダダルルダッダッダ。セルビアチャンネルニュースのお時間です。先週はセルビアの首都ベオグラードで日本についてイベントが2つ行われました。ではまずは9月3日ユーゴスラビア歴史博物館、通称チット博物館からお届けします。どうぞ。皆さんこんにちは、平野達也です。今日はですね、こちらチット博物館に来ています。こちらで今日は桜の植樹会が行われるそうです。では行ってみたいと思います。この度行われた日本とセルビアの友好を目的とした桜の植樹セレモニーは、セルビアチャンネルのジャパンボールの動画でもご紹介した日本南東欧経済交流協会の西浦理事長のご挨拶から始まり、在セルビア日本国大使館から丸山純一特命全権大使、セルビア共和国外務省からイビツァ・ダーチッチ外務大臣などが祝辞を述べられ、日本とセルビアの友好の輪が桜の植樹を通してまた一つ大きくなりました。今回30本の桜が植樹されたこちらのユーゴスラビア歴史博物館、通称チト博物館には、昭和天皇がユーゴスラビア社会主義連邦共和国元大統領のチト氏に贈られた大勲位菊花大綬章も展示されています。続いてのニュースです。先ほどのイベントが行われた翌日、9月4日にベオグラード大学文学部にて明治維新150周年を記念した学会が開かれました。そちらの様子をご覧ください。どうぞ。今日の私たちの会議は、日本の明治維新の150年周年記念の会議でございました。そこに30名の学者が集まって、自分の明治維新に対する研究を発表しました。その研究の結果は面白くて、あらゆる分野の専門家が集まっていました。もちろん全ては日本学に入りますけれども、本当は、図書館学から、政治学、経済学、文学史まで、美術史を含めて、とても幅広く明治維新と日本の近代化についての会議でございました。すごく今日の楽しい会議が終わりまして、私たちもベオグラード大学の文学部として非常に嬉しく思っております。はい、ということで先週セルビアで行われたイベント2つご紹介いたしました。これからももっともっと日本とセルビアが仲良くなれると嬉しいです。この動画が面白かったという人はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ちなみに私の好きな桜はです。じゃあまたねー。